2004年に徳島商業高校に入学されました。大学中はサッカー部レギュラーとして活躍して、全国高校サッカー選手権大会にも出場されております。2014年日本代表に初選出され、 J リーグベストイレブンにも2年連続選出されております。日本を代表するディフェンダーであります。リオ五輪でも塩谷先輩には全力でプレーしていただき、日本代表を金メダルへ導いてもらいたいと思います。本日はこのような壮行会を開いていただき本当にありがとうございます。こうやって皆さんが応援してくれてるっていうことだけで僕は本当に頑張れますし、皆さんの気持ちと一緒にリオで戦っていきたいと思います。メダル目指して頑張ってくるので、なかなか試合は見れないと思いますが、どうか心の隅に留めておいていただけたらなと思います。メダルを取るために頑張っていくので応援よろしくお願いします。私の塩谷つかさ頼むぞ塩谷。